今日1周目は、はい、そのまあ、ちょっとゆっくり走って、はい、あのコースライン取りだったりちょっと紹介して、はい、2周目はちょっとだけあのペースを上げて、はい、それをつなげていくような感じで、わかります。はい、ちょっとまあ1コーナーはライン取りは次の週にやるとして、でまずは1コーナーからブレーキして退院していくんですけど、この内側の遠赤しっかりついてイメージこう外側に膨らんでいくような感じですね。でここからまた次の遠赤に向かって切り込んでいく感じです。でここは結構長めにぐっと通ってもらって外側の遠赤に向かっていく。で次やっぱ左コーナーなんで、できるだけ右側に寄りましょう。できるだけで結構皆さん奥から入っていくんですけど、結構手前から遠赤に向かっていく。でここあんま広がりすぎないで、で次の遠赤に向かってハンドル切っていく。でここも、まあ、2種類ぐらいあるんですけど、ぐーっと広がる選手もいれば真ん中ぐらいで収める選手もいるんで、それは結構車とかによっても変わります。でここもなるべく長い時間インガーの遠赤について次の遠赤に向かっていくような感じです。でここも僕はあまり広がりすぎずにずっと内側をキープしてアクセルでコントロールする。でここも広がりすぎるとダンロップコーナーがすごくきつくなってしまうので、どちらかというとダンロップコーナーをぐーっと加速して登っていけるようなライン取りを S 字で作ります。大きく回って、まあ、次はデグナ右コーナーなんで、まあ、自然とその楽なライン取りに入れやすいようにこの辺でしっかりグッとまっすぐにする。でここはもうまっすぐな状態を作ってデグナーに入っていく。ここもまあ遠赤一瞬通るようなイメージですね。ここも遠赤しっかり通って、まあ、立ち上がりの遠赤まで広がる。ブレーキもなんか微妙な位置からしなきゃいけない感じだと思うんですけど、結構外側までみんな行くんですけど、僕も早めにまっすぐ向けてハードブレーキでなるべく内側に早めに寄ってって、ここで向きを変えて立ち上がりに向かっていくような感じですね。なんであそこはちょっと右にこう曲がりながらブレーキもしなきゃいけないと思うんですけど、それが右に行かなきゃいけないっていうのを意識しすぎてしまって、そのヘアピンに対してはすごく奥から曲がり込んじゃう方が多いんですよ。なんでまあ、その右の緩やかなところはイメージまっすぐだと思っていただいて、そのヘアピンに対してまっすぐブレーキするために車の姿勢を作るっていうのはすごく重要です。でスプーンはここも早めにもイン側に遠赤ついてもらって、でもここもあんまりハンドルをむやみに切っていかないような印象ですね。ずっと一つの R で描いていけると車が安定してスムーズなライン取りできると思います。あそこでどうしても切り込んで戻して切り込んで戻してってやると車がこうバタついてしまうので、できるだけこう丁寧にこう一定の R を描けるような感じでいければと思います。で、まあ、次 130R で、まあ、ここは結構やっぱり度胸一発みたいなところがあるんで、あまり最初攻めすぎる必要はないと思うんですけど、ここもやっぱり早めにイン側によって内側にいる時間を長くしましょう。そしたら外側に飛んでいくような心配がないので、結構皆さんやっぱアウトからアプローチしてハンドルを切ってしまうんで、こうクラッシュしたりっていうのが多いん で、まあ、資金は1個目というよりも1個目ちょっと我慢して2個目のライン取りをしっかり立ち上がりやすいライン取りでいきます。でここももうじわーっと徐々に外側に広がっていくような感じですね。多分一瞬でちょっと難しいと思います。
デグナーは、まあ、ちょっと砂利も外があります、危険なんで、まあ、手前手前で手前で一回減速してもうブレーキを抜いてこう惰性で入っていくようなイメージの方が安全だと思います。多分皆さんが走ってるイメージよりも反対分ぐらいこうインガーについていくのが早いと思うんですけど、そっちの方が安全に速く走れると思うんで、この辺ももうまっすぐまっすぐブレーキするっていうのが重要なんで、すぐこうなんか、ね、もうロール感が出てしまって、はい、でビビッとアクセル戻すもんやから、はい、余計姿勢が